ちゃこんにちは。はい。はい、豊さん。はい。第5戦終わりました。はい、いや、すごい試合やるなぁ。いや、もう本当ね、5戦ともに全然違う内容で。本当だね。で、流れがどう変えていくのかとかさ、ね、何で変わるのかっていうのが、なんかすごくね、本当に顕著に現れたようなゲームだったんだよね、うん、今日はね。試合を見ていても、はい、ああこうなるのかなって思って見てたら違う展開になったりとかね。まあ、そうありましたね、はいはい、ということで、うん、今日はね、あの阪神が大手をかけました。はい、ね、ということでね、はい、甲子園最後の試合で阪神が勝ちました、ね、はい、3勝2敗ということで、はい、大手をかけたということで、ね、はい、はい、で、看板やちいちゃんよろしくということで、はい、お願いします、はい、ということで、はい、オーダーから見ていきましょう、はい、阪神は、まあ、不動ですね。まあ、阪神はもうピッチャー変わっただけっていうだけ、うん、もう不動のオーダーというね、はい、サトテルどうかなって心配したけども、うん、やっぱ岡田監督しっかり使ってきたというね。そうですね、はい、それとオリックス、うん、ちょっとオーダーをね結構いじってきた、うん、で昨日8番を打ってた広岡をね、うん、まあ、ちょっと勢いがあるんだよねやっぱね、うんうん、で1番に持ってきて、はい、で杉本を入れてきた、はい、ね、大丈夫で になったんですね。でも練習の様子を見てるとっていう話があったんだけど、うん、あんまり全力では走れないまだね、うん、まだ走れないけど、やっぱこう5番にいるという怖さ、まあこれにかけたのかなっていう感じはするけどもね。まあ試合には出られる状態にはなったということですよね。まあまあそうだね、うん、はい、はい、とでゴンザレスがこう下がっていったというね。ね、キャッチャーは今日は若月選手ですね。そうだね、はい、はい、森がライトということでね。ね、はい、まあ森選手ね、あの DH じゃないがないから守備つかなきゃいけないということでね、うん、まあそうだね、まあよくやってるけどね、うん、ライトでね、はい、さあ試合がじゃあどうなったのか、どんな試合だったのか、はい、大竹投手と田島投手の先発ですね。はい、うん、でね、話したいことがいっぱいあるんで、ちょっとオリックスの初回の大竹の立ち上がり省いたんだけど、うん、素晴らしく良かったんだよね、うん、まあ、力も抜けてるし、うん、まあさすがにいろんな修羅場をくぐってきてんなっていうような感じの立ち上がりだったんだよね、うん、はいはい、で一方田島、いね、阪神の攻撃、うんうん、でね、田島の特徴としてやっぱ立ち上がりがすごく悪いピッチャーなのよ。なるほど、シーズン当初からね、うん、それでやっぱチャンスがあるとしたら立ち上がり、うん、でボールに力があるだけに乗ってくるとちょっと怖いピッチャーなんで、うん、早い回から捉えたいというね、うん、阪神側は。で田島はやっぱしっかり立ち上がりたいということ、うん、で近本、うん、1番ライト前ヒット、はい、ね、やっぱり今日も中野がしっかり送って、うん、ワンアウトランナーセカンド、うん、で森下、うん、あ、これあれなんだ、エラーになっちゃうんだ。どれがですか？あのね、うん、ごめんごめん、あの近本がライト前ヒット、うん、中野がバントするんだけど、うん、ピッチャー田島がボールを取り損ねて、うん、あ、そうですね、犠打エラーになっちゃうんだよね。そうでしたね、うん、それで、うん、ノーアウト1、2塁になっちゃうんだよ、うんうんうん、で続く森下、はい、セカンドゴロ、うん、でこれセカンドだけフォースプレーで1、3塁なんだよ ね、 でワンアウト1、3塁、ね、ワンアウト1、3塁、はい、で大山の時に、うん、大山の2ボール1ストライクから、うん、大山がライトに打ち上げるんだけど、はい、ちょっとファールグラウンドに流れて森が追いつくかなと思ったのを、うん、スライディングキャッチした、でキャッチしたと思って、うん、近本はタッチアップして、うん、あ、先取点と取れたと、うん、でやっぱ田島立ち上がりあんまり良くないなと思ったら、うん、森が落球してんだよね、うん、落としてんだよね、うん、でファールボールになって、うん、でフルカウントからオリックスの方は前進守備を引いて、うん、1点もやらないという体制を作りながら、うん、ゴンザレスだけはセカンドの、うん、少しキャンバス寄りで盗塁に備えてたんだよね。なるほど。でフルカウントから走らすんだけど、うん、大山が三振、はい、で盗塁失敗ということで、はい、得点ならなかったんだよ。ね、ここも際どくてね、リプレイ検証だったんですよね。そうだね、そうだね、うん、まあ、背中にタッチされてたね、ちょっと ね、ねかすってたというか、背中なのか頭なのかどこなのかね、うん、だから
森のラッキューもラッキーだったし、うん、オリックス側から言うと走ってくれたおかげで、あのダブルプレー三振ゲッツー取れて、うん、難なく切り抜けた。まあ若月もすごかったし、うん、まあ田島もよく投げたよね。ね、うん、という1回裏、まあまあね、1回からもう大騒ぎだったんだ。大騒ぎでしたね、はい、で選手でもな取れずという、うん、ね。で2回の表のオリックスの攻撃、ね、4番頓宮から、はい、レフト前ヒット、うん、で注目された杉本、はい、まあ、三振、インサイドのまっすぐで三振をするということでね、うん、でゴンザレスがつな、ぐ、うん、でワンアウト1・3塁、あ、1・2塁、うん、で紅林の大きなライトフライで、うん、頓宮はタッチアップをして1・3塁を作るんだよね、はい、2アウト1・3塁、うん、でここでね、若月を申告敬遠はできないよね、はい、1・3塁だから、ね、まあまあ勝負に行くんだけど、うん、オリックスの守りの体系からすると、うん、やっぱすごく1点差を意識したゲームをやってるんだよね。オリックスの守り、守りとか、あ、このここの場面じゃなくて、この場面とかじゃなくて、このゲームの立ち上がりから、はいはい、1点差を、1点っていうのを意識してすごく守ってんだよ、うんうんうん、なるほど、うん、だからこの若月に勝負に行ったんだけど、うん、まあ見事に三振を取ってね、うん、まあ0点に抑えるということだったんだけど、はい、でもね、立ち上がりを見てると、うん、岡田監督は 1,2 点の勝負じゃないよっていうような攻撃を仕掛けていくんだよね。反対に、反対に、うん、大山の時に走らせて、なるほど、あの前進守備取ってるしね。で中島監督はあの1点をやりたくないっていう守備体系を取ってくるんだよね。なんか真逆なんですね。だから自分たちがやっぱこう試合に入る時にシミュレーションすると思うんだけども、うん、いや田島と大竹だったらやっぱ投手戦になるっていう中島監督の考えと、うん、いやこれは3点4点の勝負になるぞっていう岡田監督の考えはあったと思うんだよね。だから立ち上がりからすごくその守る体系だとかそういうものをすごく面白かった。なるほど。で4回、はい、4回の表ね、はい、はい、頓宮からだったんだけど、うん、まあ頓宮杉本と倒れて、うん、でゴンザレス2アウトからはい、はい、ホームランねえ、まあ、見事なホームランだったね、うん、まあ、インサイドのまっすぐをしっかり捉えた、まあ、素晴らしいホームランだったんだけど、うん、まあ、阪神側からすると頓宮にこの前打たれたのも2アウトから、はい、今日も2アウトから、うん、やっぱやっちゃいけないんだけど、うん、まあ、まあ、絶対打たれないっていうことはないにしても、うん、やっぱ2アウトからのこういうホームラン1点っていうのはすごく効いてくるんだよね。そうですね、うん、まだランナーがいなかったとはいえ、はい、ね、このちょっと先取点どちらも欲しいところでね。まあそうだね、うんうん、で、はい、5回裏、はい、うん、これは坂本がレフト前ヒット、はい、木浪が、うん、送りバント、うん、あ、珍しいなと思ったんだけど、そうですね、でここで大竹を変えて、うん、渡辺亮を代打に送るという代打でね、まあ、早めの勝負に来たんだけどもね、ワンアウト2塁で、まあ、大体このシリーズ見てると岡田監督はピッチャーの交代が早いよね、うん、村上だけは7回ぐらいまで引っ張ったけど、うん、あとは大体5回ぐらいで下ろしてるというね、うんうん、で、まあセカンドゴロ、はい、でランナーは進み、ツーアウト3塁で、はいはい、当たってる近本、うん、空振り三振というね、え、こっからね、3回ぐらいから田島がねものすごくいいんだよ。これがね、さっき言ってた立ち上がりを抜けたらね、うん、で4回ぐらいから150キロのまっすぐがバンバン決まってくるんだよね。うん、うん、最初はこうちょっと抜き気味に投げたんだけど、うんうん、まあちょっと体が温まりエンジンがかかってきたのか、うん、あ、こら今日の田島なかなか攻略が難しいぞと思ったのね。なるほど、この辺りからも、この辺りからね、はい、で球数も少ないしさ、うん、で6回、はい、オリックスの攻撃ね、はい、また頓宮選手からそう、これもね2アウトをポンポンと取られるんだよ、はい、でね、この時ピッチャー変わりますね、うん、変わるんだけど、うん、あのね、ここまでの流れって阪神がビシャッと抑えられてるのは、うん、守りの時間がものすごく長いんだよね。どっちの、阪神の守りが、はいはい、でまあオリックスがうまく攻めてるっていうことも言えるんだけども、うん、これもねポンポンとツーアウト取って、うん、でゴンザレスを、うん、ピ
ちゃい頃に打ち取ったと思ったんだけど、うん、西純也が、うん、この回からのね、はい、西純也がファーストにちょっと低投するんだよね、うんうん、それを大山が弾くんだよ。おだから三者凡退にならないんだよ、うんうん、そっから紅林がライト前ヒット、はい、で一気に、ピンチになっちゃうんだよね。ツーアウト一三塁ね、うん、それでオリックスの方はもうチャンスになるということ、はい、また若月なんだけど、うん、まあここもまあ苦しかったけども三振に打ち取って、うん、なんとか、まあ、難を逃れたんだけどもね、うん、まあオリックスの方はやっぱ三者凡退で終わらない、うん、やっぱなんとかそれをまたつないでチャンスを広げていく、うん、阪神は守りが長いで田島はいい、うん、なかなか攻撃に移れないんだよ。なんとなくこうペースがね、そう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 、なんかオリックスペースなのかなっていう感じになりますかね、はい、でねこの時にね、はい、ゴンザレスが若月の次に田島なんだけど、うん、田島を隠すんだよね、隠す？オリックスベンチが、おうおうおう、満塁になったとかにしたらゴンザレスが代打に行ったのか、ゴンザレスが代打に行く、うん、うん、田島のところでね、うん、でもピッチャーめちゃくちゃ良かったからさ田島が、うん、だから6回の攻撃で2アウト1、3塁、うん、若月バッター、うん、ここにフォアボールが出たら満塁になるじゃない、うん、そしたらピッチャーのとこ回ってくるから、うん、やっぱ1対0では心もとないし、うん、ゴンザレスをネクストバッターサークルで振らしてるわけよ。ゴンザレス、あ、ゴンザレスじゃない、ゴンザレス選手じゃないですよねセデーニョ、そうですよね、さっきからちょっとなんか変だなと思って、あ、そうそう、セデーニョを振らしてるわけ、うん、はい、でね、田島を隠したんだよ、うん、でもね、これ難しいのはよくセリーグのそのピッチャー交代の時にあるんだけど、うん、回ったら交代、回らなかったらもう一回1イニングを投げて代打っていうことがあるんだけども、うんうんうん、そうなるとピッチャーって気持ちの置き方って難しいんだよね、すごく。なるほどね、切れちゃうってこと？そうそう、はいはい、気持ちがね、うんうん、で、その6回なんだよ、はい、三者凡退、すごい、これね、うん、難しかったと思うよ田島は、うん、ね、回ったらセデーニョが代打なのか、うん、え、回らなかったら俺が行くのかとか、でもね結果的にオリックスは変える気がなかったんだよ、やっぱそれだけ田島が素晴らしかったから、うん、だから伝えてはなかったんだろうね、うん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 、だからそういうようなことをやるけれどもやるけども、うん、それはやらないよということでね、うんうん、そのぐらいやっぱ田島が素晴らしかったんだよ、うん、で7回、うん、7回の表、表、はい、でね田島からなんだよね、で田島が、まあ、バッティングコーチとかいろんなコーチにもう振らなくていいぞと、いや変にランナー出ちゃうとさ、うん、疲れちゃうしおかしくなっちゃうから、今調子よく来てるからね、そうそうそう、うん、だからバランスも崩れるし、うん、だからもうそのままでいいぞと、うん、いうようなことだったんだけど、なんと、うん、西純也がフォアボール出しちゃうんだよ、うん、ねえ、これはね、すごい計算外だったんだよ、うん、だからこの計算外のフォアボールがどっちに転ぶんだろうと思ってね、これはオリックス側、阪神側どちらにとっても計算外だったってことですね、計算外なんだよ、うん、ランナーで田島投手が出てしまうっていうことも、そうそう、オリックスとしてはなんかちょっと、いや、もう出なくていいと思ってたのが出ちゃったんだよまあ、出たからにはね、阪神の方はなんでフォアボール出してんだよみたいな感じだったんだよね、うん、はいはい、で1番に帰って広岡、うん、広岡が内野ゴロでランナーを入れ替わってくれたら、うん、ワンアウト一塁でもよかったんだよね、うん、だけどフライ打ち上げて変えることができないんだよ、そうなんですよね、そうそう、で胸のあたり、うん、センター前アヒットかなと思ったら、うん、これ近本が曲がったんだよ、うん、ピッチャーがランナーでしょ、一塁ランナー、うん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 、近本が取るフェイクをするんだよ、うん、そしたら止まっちゃうんだよ田島が、うん、それでセンターゴロになっちゃうわけ、なるほどね、セカンドにフォースプレーを、うん、成立させるわけ、うんうん、だからまあ慣れてないっていうね、ランナーに慣れてない田島もまあかわいそうだったけども、うん、やっぱこう近本のね、見えないファインプレーだったね、あれはね、なるほどね、これ宗選手の時にピッチャー変わってるんですよね、そう、島本にね、うん、まあそれでヒット打たれて、はい、まあセンターゴロという、うん、ね、これで2アウト、2アウト、うん、ね、で続く森、セカンドゴロ、うん、えっと思ったら、うん、中野がエラーしちゃうんだよ、ね、それもこう
グラブに収めながら後ろに行っちゃうんだよね、ボールがね、うんうん、でライトの森下がまた後ろに反らしてるんだよ、うん、ちょっと慌てちゃったんですかね。いやこれね素手で取りに行ってんだよ、あ森下選手が、うんうん、いやあれはねやっぱグラブで取りに行かないと、うんうん、で素手で取りに行ったもんだから握れなくて後ろに行った、うん、で宗はもう一塁から三塁に狙ってたんだよね、うん、で三塁に到達した時に森下がちょっと反らしたのを見て、うん、まあこれも好走塁だったんだけど、うん、よく宗は走ったと思うよ、ね、でこれは2点目を取るんだよ ね、 ねでまあその1点が入っちゃって、うん流れ的にはもうここまでの流れってもう阪神の自滅なんだよね、うん、まあ例えばその1・3塁で、フルカウントでラインエンドヒットの形を取り三振ゲッツ、うんうん、あの盗塁がアウトになってね、あの攻撃の時ね、そうそうそう、でチェンジだと思うところがあのエラーで失点までダブルエラーで失点してしまうとか、うん、こういうところ ね、 そうですね、だからなかなか三者凡退とかやっぱものすごく守ってる雰囲気がもの重いんだよね。先制点もね、ツーアウトからのホームランとかそういうことですよね。そう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 、だからすごい流れが悪いなと思ってて、うん、さあ8回はい、このまんま、またピッチャーは阪神は湯浅ね、はい、その前に石井投手に変わってるんですよね。石井投手に変わって抑えたんだよね、から、うん、はいはい、で、湯浅投手が出てくると、はい、8回、はい、そうですね、はい、でまあチェンジと思ったりだとか、うん、ね、あこれで終わったと思ったのがことごとく終わらなくて、うん、ピンチを広げたりだとか失点したりした、うん、迎えた8回ね、うん、湯浅が出てきた、はい、ね、昨日のヒーローだったよ ね、 ね、やっぱり一人だった、一球だったけどもなんか球場の雰囲気が変わって、うん、まあ、サナリに持ち込んだというね、で湯浅が出てきて先頭打者ゴンザレス、うん、セカンドゴロ、はい、紅林三振、うん、若林三振、うん、やっとね三者凡退が来たんだよ。なんかここでまた雰囲気変わりました、ね、変わったし、うん、その打ち取り方がさ、うん、圧倒して取ったっていうことね、うんうん、で三振三振で、うん、最高っていうような感じになったと思うんだけども、はい、それでの8回裏ですね、はい、裏、うん、これ木浪から、はい、まあ、ラッキーボーイなのか分かんないけども当たり損ねのセカンドゴロ、はい、これピッチャー変わるんですよね。ピッチャー変わる、山崎総一郎、ここで ね、はい、でね、この山崎総一郎に変わるにも、うん、ベンチ迷ってたんだよね、うん、田島を変えるのかあのどうのこうのとかね、まあいろいろあったんだけど、うん、やっぱりこう負担を考えたんだろうね、こういう試合の、うん、いろんな精神的な負担も、うん、球数はねまだまだいけたんだよ田島投手、うんうん、だけどもうあと2イニング、うん、やっぱ勝ちパターンでいこうっていう決断をしたんだろうね。ね、ここまでね、うん、勝ってますからね。そうそうそう、うん、で山崎総一郎で山崎総一郎に変えるか宇田川にするかっていうのはすごく迷ったと思うんだよ、はい、山崎総一郎が、まあ、ちょっと体調不良で、うん、ベンチ外の試合もあったという、うん、で宇田川は、4試合に登板してる、うん、これでね、うんうん、あの今日投げたら今日までが3試合出てるということですね。そうそうそう、だからその負担というかね、うん、疲れというのも考慮して迷ってたと思うんだよ、はい、で山崎総一郎が出てきて、はい、うん、木浪、うん、セカンドゴロ、はい、まあ、際どいタイミングだったんだけど、うん、あの内野安打になった、ね、でセカンド側に足立が入ってたんだよね、はい、それがね最後のバウンドがちょっとね、うん、イレギュラーっていうかちょっとバウンドするんだよね高く、うん、そのために力がなくなってんだよ体に、はい、あ伸びちゃってるから、うん、だから腕しか使えなくなって、うんうん、そしたら高騰しちゃったんだよね。なるほど、これがやっぱこうエラーを誘い、まあランナーセカンドになっちゃうんだよね。はい、ノーアウトランナーセカンド、うん、でここでピッチャーに変えて、ピンチヒッター糸原、はい、代打糸原と選手ですね、はい、で最初は引っ張りに行くんだけどさ、うん、追い込まれてからやっぱ速いボールを逆方向に持っていくという、うん、まあ、繋いだという ね、 ねで1・3塁ノーアウト1・3塁ノーアウト1・3塁、はい、ここでダイソーが上田選手に変わって変わる、で足も気にしなきゃいけないというね、うん、ことを作り、また近本、はい、近本が
もうこれ初球から打ちに行ったね、勝負かけて、うん、で変化球変化球で来たんだけども、うん、ライト前、これがタイムリーになるんですよね、はい、でノーアウト1・2塁、はい、で中野、うん、きっちり送ったね、はい、まあいいバントだったね、もうね何度見たことかそうそうそう、このシリーズで、でここで山崎颯一郎を諦める、はい、で森下に対して宇田川、はい、でなぜ宇田川かというと、うん、まあ、山崎颯一郎も三振取れるピッチャーなんだけども、うん、やっぱ状態が悪いで、さらに取れるピッチャーは宇田川、うん、ここを選択して三振を取りに来たんだよね。なるほど。まあ森下エラーしてるし、うん、どうするかな、絶対打たなきゃいけないし、うん、まあランナーがいいんだよね、うん、上田と近本なんだよね、ワンアウト2・3塁ね、2・3塁で、うんうん、まあサードランナーめちゃくちゃ足早いし、うん、やっぱもうなんとか当てなきゃいけない、うん、ね、で追い込まれてからのフォークなんかもさ、なんかハーフスイングみたいな感じでファウルしてたけど、うん、まあ最後勝負の球、うん、若月は高めに構えた、うん、あーこれ高め振るんじゃないかなと思ったらボールが低く来たんだよ、うん、なるほど。それを拾って左中間にスリーベースヒット、ね、まあエラーをしてね2点目をやってしまったという森下の精神状態を考えると、まあそこで本当によく食らいついたよ。もうここで返さなければっていう気持ちが強かったでしょうね。いやもう強かったよ、本当にね、よくミートしたと思う、うん、ただオリックス側はやっぱ宇田川がもう4試合登板になってて、まあ、疲労も来てる、でこういうピンチの時に出てきたからどうしても力むんだよね、うん、で若月が構えたところっていうのは俺は正解だったと思うんだよ、うんうん、そこに行ってたらと思うんだけど、うん、やっぱそのコントロールっていうのが宇田川には残されてなかったというね、うんうん、ちょっとやっぱ疲労とかいろいろ考えるとかわいそうな酷な場面で出てきたなっていう感じがしたけどもね、まあ、短期決戦ならではな感じですかね。そう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 、だけどやっぱ森下がよく打ったよ、うん、ねえ、はい、逆転、そうだね、逆転した、で続く大山、これで終わらない、ワンアウト三塁でね、ワンアウト三塁でね、うん、フォークボールをもう軽打だよ、うん、センターに持ってったっていう ね、まあ、見事なヒットだったね、これもね、うん、でこれでもまだ終わらない、はい、まあ、ノイジーが冷静に、うん、フォアボールを取り、これピッチャーが宇田川、ピッチャー阿部に変わったね、そうですね、うん、変わりまして、やっぱ宇田川もがっくりきてたけど、まあ、気持ちは分かるね、うん、で阿部がフォアボール、はい、で佐藤がキャッチャーファウルフライだったんだけども、うん、まあ、坂本の時、うん、これでまたね、あのノイジー選手にダイソー島田選手が、はい、入ってて、送られるね、そう、はい、でその後ですね、その後佐藤がキャッチャーファールフライの、うん、まあ、坂本がライトオーバーを打つんだけど、はい、でこれで6点目、ね、ただねオリックスの外野手、うん、これフルカウントだったんだよね、うん、だからランナー一斉にスタートするんだよ、うん、で外野手が前進守備を取ってんだよね、うん、だってスタートするもんさ、前進守備してたってさせないよ、うん、ホームにはね、そしたら定位置に戻るんだけどさ、うん、その指示もなかったし、誰一人外野手があんまり気がついてなかったんだよ、ね、カウントに気がついてなかったんですか、そういうことでもない、まあ、可能性もあるし3人とも、うんうん、まあそのままでいいっていうふうに思ったのかもわからないけども、普通考えるとやっぱ下げるんだろうけども、うん、あまりにもこの点の取られ方っていうのが一気に逆転されたんで、うん、ちょっと全員が放心状態になっちゃったかなって、呆然としてる感じですかね、うん、まあそんな感じだったかなっていうね、6点ね、気がつけば、まあでもやっぱ阪神の強さっていうのは今年1年間やってきた、うん、やっぱこう下位打線から上位につないで得点を取るという形がね、うん、やっぱ最後にやっと出たね、この試合では、うんうん、でもやっぱこう自分たちがやってきた野球がやっぱ最後の最後にね、うん、まあ、甲子園今年最後の試合ということで、うん、まあ、出せたということはね、まあ、素晴らしいゲームだったし、見事な逆転劇だったよ ね、 ね、でオリックスの方は、うん、これ DH 制であれば田島をどうしたかなって思うんだよね、うん、俺は打席にも立たなくてもいいし、うん、あのまま田島で押し切ったんじゃないかなっていうようなね、うん、ブルペンの状態
まあ、山崎総一郎もちょっと体調とかね、うん、まだ投げてみなきゃわからないっていう状態で使ってみたと思うんだけど、うん、まあ、宇田川も休ませることができたんじゃないかとか、うん、まあ、いろんなことを考えると、やっぱこう DH 制でやってる野球とそうじゃない野球の違いがすごくオリックスを迷わせたかなっていうような感じがするんだよね。だから非常に、まあ、味のあるというか、考えさせられるような野球だったけども、まあ、そこを阪神がね、うん、自分たちの野球を最後まで貫いたというね、うん、まあ、そういう試合でしたね。はい、またこれでね、次変わりますからね、あの、まあ、球場がね、はい、京セラに変わるからね、うん、で京セラに変わってもう本当に目いっぱいやってもあと2試合だし、うん、だからそういう意味では、まあ、オリックスもね、やっぱこう本拠地では絶対負けて終わりたくないだろうし ね、だからまあそれなりの力を出してくると思うし ね、はい、ということで今日の豊かのヒーローは湯浅ね、もうヒーローいっぱいいたと思うんですけど、ね、いやいや、これね、森下にしようかなと思ったの、うん、だけど森下君ちょっと映画が絡んじゃってたからまあまあね、うん、でも1年目で本当によくやってると思うよ、あの子一生懸命やってるし ね、だからあのエラーもね、本当に必死でもう右手が出ちゃったと思うんだけど、まあこれからはな、うん、あのグラブで取るようにしっかりしっかり、ああいうダブルエラーをしないようにね、とっさでもグラブが出るように、ね、うん、そうだね、うんうん、でね、あれだけやっぱこうお客さんがわーわー言う中で緊張感もあるし、うん、まあ、疲労度も、ま、マックスに来てると思うよ。だからエラーは責めないけども、やっぱそういうところをね、やっぱしっかりできるプレイヤーにね、成長してほしいし、だからそういう意味ではやっぱこの8回の6点の攻撃につながったここの三者凡退、圧倒して三者凡退を取ってきた湯浅、これが流れを作ったっていうふうに俺は思いたい。なるほど、うん、だから湯浅のそのやっぱ力っていうかね、うん、持ってる雰囲気、会場の雰囲気を変える、うん、スター性、うん、まあそれが今日のヒーローだったかなっていうふうに思うね。なるほど、はいはいはい、ということで、ということで、まあ京セラの予告先発っていうのは明日かな、うん、明日ね、一日空くのでね、そう、明日の3時以降に出ると思うんだけども、はい、まあ予想では、うん、多分村上が行くんじゃないか。おで、オリックスの方は、うん、やっぱ、まあ、もう一度山本で来るんじゃないかなっていうのは気はするけどもね、はい、まあね、オリックスはもう落とせない試合ですし、そうだね、うんうん、でもオリックスも本当に1点をね、大事に取りに行きみたいな、まあホームランで取ったりとかエラーで取ったんだけども、な、1点を守る野球をずっとやってきて、うん、最後の最後にね、ちょっと打っちゃられたけども ね、うん、でもやっぱりいいチームだし、うん、ね、でやっぱ甲子園で最後の試合、ね、勝利で飾れたっていうのは、まあ、何よりだったね、阪神はね、はいはい、ということで1日置いて、あさって、はい、舞台は京セラ、ね、第6戦、はいはいはい、またいい、これいい試合は ね、うん、楽しみ、本当目が離せないです、本当だね、うん、はい、はい。